僕はもう早くもすごく気になるところがあるんですけど、うんはい、これ目次あるじゃないですか、はい、このね強さの磨き方っていうタイトルなわけですよ、はい、なんですけど僕が一番気になるのはこのね弱さの見つけ方。へー僕は割とこういう考えが好きなんですよ、うん、なるほど強さとは何かっていうことを追求するのはもちろんなんだけれどもその対極にある、はい、強さの対極にあるまず弱いとは何か、うん、弱さとはっていう、うん、それがなんか姿勢であったりとかまあその不安あの感謝、うん、VS 感謝とか、はい、その精神的なもんみたいのがちょっとこう書かれてるっぽいんでこれはねひょっとしたら格闘技とか肉体の強さだけじゃないメンタルな部分とか、うん、あのそれはこう日常生活の中で、うんもうなんか必要になるようなことがちょっとしたら書いてあるのかなっていうのをちょっと思ったんで、はい、プリンスについてほうこのほうプリンスファンのね二重さんそうですよね、はい、らしいなとらしいですね最後覚醒させる芸術家、うんはい、ちょっと毎回先生のこの本ってすごい心に響くから本当に通じてますよね格闘技界だけじゃなくて、うんうん、そうなんです本当にあなんか脳とこの体と心とリンクしてるんだなって、うんはい、後書きをちょっと見てもらって、はい、お格闘無双本当に載ってるんですか、はい、あらまあ本当だ番組の我々のこともすごいいや我々のことは書いてくれるのいいんですけど別のディレクターのことは書かれてもらったと思うんですよ。いや、なんで急に出たかってんの。すごい嬉しいですね。でも嬉しいですね。嬉しいです。ありがとうございます。ちょっとぜひじっくりとちょっと読まさせていただきたいと思います。先生いつもすいません。本来なら買うべきなんですけど、すいません。いつもいただいてありがとうございます。